んで神格とキリギリって相性いいんですか。それは神格のバフ、原神のダメージ計算式っていうのは攻撃力かける添付倍率かけるダメージ補正かける回心補正で、あと防御力補正、元素耐性補正とかいろいろあるんですけど、まあ一回覚えて、攻撃力3692のエル攻撃力あります。これに通常攻撃の1段目だったら 145% でしょ。1回電卓打ったら実際ダメージその通りになってるから見てね。あの3692かける添付倍率 145% かけます。でもってノエルに盛られてる、今盛られてるダメージバフって剣闘士4セットの 35% プラス岩バフの 46.6% 足して 81.6%、 岩元素共鳴で 15%、 五郎バフで 15%、 計 111.6%。 じゃあ岩ダメージバフ補正、ダメバフ補正 116% あるから、ダメージ 2.1 倍になります。はい、ダメージバフ補正 2.1 倍。でもって回心補正が回心ダメージ 209% あるんで、回心さえ出ればダメージ3倍になります。 3.09 倍になります。 OK 覚えた。で、神格のバフがどこに差し込まれるかっていうと、ダメージアップって 77.6% 攻撃力じゃん。これはどこに差し込まれるかっていうと、添付倍率かける攻撃力でダメージ決まったところに神格のこのダメージバフアップが足し算されるんよ。攻撃力かける添付倍率かけるダメージ補正かける回心補正、オッケー。だから神格でもともと与える予定だったダメージが強化されます。でその後に掛け算でなんかダメージバフの補正とか回心の補正がかかるんですよ。理解した？神格のバフで500ダメージ伸ばせるとしたら、その500ダメージはまあなんか何彩香で使うんだから、まあなんていうの、彩香で使うんだったら、その氷ダメージバフと回心ダメージをマシマシにしておくと、もっともっと神格の効果で得られたダメージアップってのが大きくできるように。だから万願よりもキリギリにして、キリギリってダメージバフ無突で 40%、 貫突で 80% ダメバフも入るから、神格でバフしたダメージが大きくなるし、しかも回心ダメージも伸びるからこっちも大きくなるし、そうダメージアップ効果は基本的にダメバフマシマシにしたキャラクターとか回心ダマシマシにしたキャラクターにバトンタッチするのが基本。以上、わかった？多分この上なく多分わかりやすく話したと思うこの上なく分かりやすく解説したと思うのでよろしくお願いします。これを動画にしたら、まあ、そこそこ再生数回るんだろうけど、めんどくさいからしないexcuse me